段は主に国内外の企業さんの、まあ、ブランドムービーであったりだとか、まあ、製品 PR の映像を作っていたりだとか、あとはまあ個人の活動として、まあ、YouTube で主に映像作品を作っていたり、まあ、製品のレビューなどを行っています。最初はあの友人と海外旅行に行った時に、まあ、旅の記録としてまあ動画に残していたものを、まあ、ちょっとカッコつけて編集して、でそれを友人にあの共有するために YouTube にアップしたんですけど、まあ、それがあれよあれよという間にですね、なんか再生回数が伸びていって、それでなんかちょっと動画楽しいなと思って、でこの世界にまあのめり込んでいったっていう感じですね。自身の体験がまあ映像に残せるっていうのが もちろん最大の魅力ではあるんですけれども、ただ旅行に行ってその旅行だけを楽しむっていうんじゃなくて、旅先で撮影するのもそうですし、まあ帰ってきてねそれを編集するのも楽しいし、あとはその編集した動画をまあ多くの方に見ていただいて、でいろんな反応をまあいただけるっていうのもやっぱり楽しいですし、本来一度っきりのまあ楽しさっていうのがまあ何倍にもなるっていうところが、このシネマティック Vlog をまあ作ってて僕が一番魅力に感じる部分ですね。あのまあ、Vlog 作品とはいえ、やっぱりそのあくまで Vlog なので、その作り込みすぎてフィクションにならないようにっていうところには結構気をつけてますね。まあ、でもとはいえずっとこう僕の視点で撮られた映像だけが続くっていうのも、まあ、それはそれで面白くないので、そこはこうシネマティックに見せられるように、例えばこうカメラワークだったりだとかアングルだとか、まあ、撮影時にそういった部分は結構工夫してますね。僕撮影をすることによって、例えば本来の目的である旅そのものが楽しめなくなっちゃうっていうのは嫌なんですよ。こんな感じでこうカメラを被写体に向けて撮影してるだけで、例えばオートフォーカスであったりだとか手ブレ補正とか、まあ、そういったものは全てこうカメラに任せられるっていうのが、まあ、やっぱり理想ですね。まあ、それでも限界はあるので、あとは編集時にどれだけ補正できるか、例えばそのカメラのダイナミックレンジであったりグレーディング体制であったり、まあそういった部分がやっぱり僕がカメラに求めるところですね。こういった、まあ、新しいカメラで、まあ、その作品を作る時っていうのは、映像クリエイターであれば誰もがこう張り切ってもうすごい映像を撮ってやろうっていうような形で、まあ、挑むと思うんですけど、で今回この XS20 には Vlog モードが搭載されたっていうこともあったので、誰でも簡単に、まあ、いい感じの Vlog が撮れるんだよっていうことを伝えたくて、今回は僕らの週末っていうのを、まあ、ありのままでもちょっとシネマティックにみたいな形で切り取りました。あの最初に自分で購入したのはあの X100V なんですけれども、でもそれ以前になんかすごくこう富士のカメラには興味があって、である日こう友人におすすめのカメラ何がいいかなって聞かれたんですよ。でその時に確かあれは XT3 を僕があのゴリ押しして、でその友人に買わせて、でその後あの一緒に撮影行くたびに、まあ、あのそのカメラを借りてよく使ってたっていうのがまあ最初の出会いですね。やっぱりなんといってもこの箱から出した時にその小ささっていうのにまず驚きましたね。あの 491g と非常に軽量ながらも、あのグリップはすごく深くて握りやすいし手にしっかり馴染むっていうのもあるのと、やっぱりねこのクラシカルなデザインっていうのが、まあ僕はすごい好きで、あの仕事道具としてもガジェットとしても、まあ、すごくね愛着が湧く感じだなというふうに思ってます。あのこれまでの X シリーズと比べてオートフォーカスが非常に向上したなというふうに思いました。まあ、あとは7段のボディ内手ブレ補正があるので、まあ、ちょっとした歩きながらの撮影であればジンバルに乗せなくても撮れちゃうっていうのが、あの撮影のテンポが非常に良くなって、そこがいいかなというふうにも思いました。またねバッテリーの持ちも非常に良くて、あの今回1日の撮影でも、まあ、2本使い切るっていうことはなかったですね。で XS20 は動画だと最大 6.2K の 30p で撮影することができるんですけど、でも今回はね僕はあのスローモーションにすることも考慮して 4K60p で撮影しました。また422.10bit を内部収録できるので、まあ、今回ねそのカラーグレーディングっていう作業もあの非常にしやすかったなというふうに思いました。まあ、そもそも僕が富士フィルム の、まあ、カメラに興味を持ったのはやっぱりその色味というかフィルムシミュレーションなんですよね。でこの XS20 には僕が普段 X100V で使っている、まあ、フィルムシミュレーションにはないあのノスタルジックネガっていうのが搭載されていて、まあ、それが個人的にはすごいお気に入りですね。で今回僕はあの F-Log2 で動画の撮影はしたんですけれども、あのいつもと同じようなやり方で、まあ、色を作り込んでいっても、まあ、スタート地点が違うからなのか、なんかねいやすごいいい色が出るんですよいや本当にね、なんかエモい色が出てて、そこがすごく好きだなと思いました。
まあ、個人的にはやっぱり、まあ、カジュアルに写真も動画も楽しみたいっていう方にこの XS20 はおすすめできるかなと思ってます。まあ、特にこれまで写真がメインだったんだけれども、これから動画とか、まあ、Vlog とかにチャレンジしていきたいなというふうにね思っている方にとっては、まあ、非常に入りやすい一台なんじゃないかなというふうに思います。Vlog モードに切り替えて撮影をすれば、この液晶画面上の専用のメニューからこうタッチで簡単に商品撮影モードや背景ボケモードといった、まあ、シチュエーションに合わせた、まあ、その撮影モードっていうのを簡単に切り替えて、特にその細かい設定とかっていうのを気にせず撮れるので、初心者の方であっても簡単に綺麗な動画が撮れるんじゃないかなっていうふうに思います。趣味としてカメラを手にした時からやっぱりこう週末がすごく楽しくなって、ライフスタイルそのものが変わって、なんかすごく自分充実してるなっていう感じがあったんですよね。今後もそのスタンスっていうのはまあ変わらずにやっていきたいなっていうふうに思うのと、まあ僕のこの活動を通じてカメラの楽しさ、動画の楽しさっていうのが一人でも多くの方に伝わればいいんじゃないかなというふうに思ってます。